もし私たちの住む宇宙が無数に存在する世界の中のたった一つに過ぎなかったら、あなたはどう思いますか？皆さん、こんにちは、花です。宇宙と聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちますか？無限の広がり、輝く星々、深淵なる謎。今日、私たちは宇宙に新たな定義を加える旅に出ます。それは多元宇宙、無数に存在するとされる宇宙たちの物語です。物理学者たちは長い間、私たちの宇宙が唯一無二の存在であると考えてきました。しかし最近の理論物理学はこの概念を根底から覆しつつあります。この新しい理論によれば、私たちの宇宙は多元宇宙の中の一つに過ぎないのです。多元宇宙理論とは、文字通り多数の宇宙が存在するという考え方です。これらの宇宙はお互いに影響を及ぼし合うことはないとされ、それぞれが独自の法則や構造を持っています。宇宙が無数にあるというこの考えは、私たちの想像を超えた壮大なスケールを持っています。では、なぜ科学者たちは多元宇宙の存在を考えるに至ったのでしょうか？一つの答えは、量子力学にあります。量子力学では、粒子が複数の状態を同時に取り得る重ね合わせという現象が起こります。これは、宇宙にも同様の原理が適用される可能性を示唆しています。もう一つの理論はインフレーション理論です。この理論によると、宇宙はビッグバンの瞬間に急速に膨張したとされます。しかし、この膨張は一様ではなく、いくつかの領域では異なる速度で進行した可能性があります。これが多元宇宙の起源となったと考えられています。さらに、多元宇宙理論は宇宙定数の問題にも光を当てます。宇宙定数は宇宙の膨張速度を決定する重要な値です。しかし、この値は理論上の予測と観測結果が大きく異なります。多元宇宙理論は、様々な宇宙が様々な宇宙定数を持つことで、この矛盾を説明しようとしています。これらの理論はまだ仮説の段階であり、実証は難しいですが、科学者たちは観測データや数学的モデルを通じてこの実在を探求しています。宇宙の真理に迫るこの旅は、私たちの人類にとって最も壮大で神秘的な探求の一つです。私たちの宇宙がもし無数にある宇宙の中の一つだとしたら、私たちの存在とは何か、私たちの運命は。これらの問いに答えを出すことは、科学だけでなく哲学、宗教、そして人類の精神的な探求にもつながります。多元宇宙の概念は、私たちの宇宙観を根本から変える可能性を秘めています。私たちの宇宙は無数に存在する中の一つに過ぎないとしたら、その他の宇宙にはどのような秘密が隠されているのでしょうか？宇宙の多元性について考えることは、私たちの想像力を無限に広げます。想像してみてください。無数の宇宙が存在する中で、私たちが住むこの宇宙はその中の一つに過ぎません。この宇宙が他の宇宙とはどう異なっているのでしょうか？まず、私たちの宇宙の特徴として、ビッグバンという始まりがあります。約138億年前、すべてが一点に集約された状態から、一瞬にして宇宙が誕生しました。この瞬間、時間と空間が始まり、物質が生まれました。
この宇宙は星々や銀河が形成されるほどの素材を持ち、生命が誕生するための環境を備えています。地球はその中で特別な位置を占め、生命の多様性を育んでいます。他の宇宙と比べると、私たちの宇宙は物理定数が生命を支えるために絶妙に調整されているようです。例えば原子を構成する力、星の寿命を決める法則、そして宇宙の膨張速度などです。では他の宇宙はどのような特徴を持っているのでしょうか。これは現在の科学では答えることが難しい質問です。もしかすると他の宇宙には私たちの常識を覆すような法則や構造が存在するかもしれません。多元宇宙理論によれば、他の宇宙では物理定数が異なるため、星や銀河、さらには生命の形態も私たちの宇宙とは全く異なるものかもしれません。これは宇宙に対する私たちの理解を広げる大きな可能性を秘めています。科学者たちはこのような宇宙の多様性を理解するために、数学的モデルやコンピューターシミュレーションを利用しています。これらのツールを使い、宇宙が異なる条件下でどのように振る舞うのかを探求しています。この探求は私たちの宇宙についての理解を深めるだけでなく、私たち自身の存在についても考えさせられます。なぜ私たちはこの宇宙に存在し、他の可能性豊かな宇宙ではないのでしょうか。宇宙の広大さと多様性を理解することは、私たち自身の小ささを知ることにもつながります。しかし同時に、この宇宙における私たちの特別な位置を再認識することもできます。私たちの宇宙が特別である理由は、単に物理的な条件や生命の存在だけではありません。それはこの宇宙で生まれ、育ち、考え、愛することができる私たち人間自身にもあります。私たちの宇宙はまるで大きな物語の1ページのようです。このページには無数の星々、生命の奇跡、そして私たちの物語が刻まれています。最終的には私たちの宇宙が多元宇宙の中でどのような役割を果たしているのか、その全貌はまだ明らかになっていません。しかしこの探求は私たちに無限の可能性と脅威を提供し続けます。無数の宇宙が存在するという多元宇宙理論の中で、一つの大きな疑問が浮かび上がります。それは、異なる宇宙間で相互作用は存在するのかという問いです。現在の物理学では、異なる宇宙間での直接的な相互作用を証明する方法はありません。しかし理論物理学の世界では、この問いに対する様々な仮説が提案されています。一つの興味深い仮説は、宇宙間の泡理論です。この理論によれば、宇宙は泡のように膨張し、時には他の宇宙の泡と衝突することがあるとされます。これらの衝突が私たちの宇宙に観測される異常な現象の原因である可能性があります。またいくつかの理論は、重力を介した間接的な相互作用を提唱しています。これらの理論では、異なる宇宙間で重力が漏れ出し、お互いに微妙な影響を及ぼし合うとされています。弦理論も宇宙間の相互作用についての答えを提供するかもしれません。この理論では、宇宙は
微細な弦の振動によって構成されているとされ、これらの弦が異なる宇宙間でつながる可能性があります。これらの理論は非常に推測的なものですが、宇宙間の相互作用を理解するための第一歩となり得ます。私たちの宇宙が他の宇宙とどのように相互作用しているのかを理解することは、宇宙の本質を深く理解する鍵となるでしょう。宇宙間の相互作用を探ることは、ただ科学的な好奇心を満たすだけではありません。これは私たちが宇宙の中でどのような役割を果たしているのか、また私たちの運命がどのように形作られているのかを理解するための手がかりを提供します。例えば、異なる宇宙間の相互作用が私たちの宇宙の歴史や未来にどのような影響を与えているのかを理解することは、私たちの存在の意味をより深く掘り下げることにつながります。宇宙間の相互作用に関する探求は、宇宙の謎に満ちた暗号を解読するようなものです。私たちがこの暗号を解読する日が来れば、宇宙に関する私たちの理解は劇的に変化するでしょう。最終的にはこれらの理論がどれほど正確であるかは、今後の科学的研究によって明らかにされます。しかし、それまでの間、私たちは宇宙間の神秘に想像を巡らせ、新たな発見に期待を寄せることができます。宇宙の謎を探ることは、人類の好奇心の核心をつく冒険です。星々の誕生と死、銀河の形成、ブラックホールの神秘、これらすべてが私たちの探求の対象です。科学者たちは望遠鏡や探査機を用いて宇宙を観測し、そのデータから宇宙の法則を解明しようとしています。しかし、観測できる宇宙は全宇宙のほんの一部に過ぎません。宇宙の謎の一つに、暗黒物質と暗黒エネルギーがあります。これらは宇宙の全質量エネルギーの約 95% を占めるとされていますが、その正体は未だに明らかではありません。また、ビッグバンの前に何があったのか、宇宙はどのようにしてその始まりを迎えたのか、これらの疑問も未解決のままです。私たちの宇宙の起源に関する理解はまだまだ始まったばかりです。宇宙の構造を理解するためには、物理学だけでなく、数学、哲学、さらには宗教的な観点からも探求が必要です。これら異なる分野が交差することで、新たな発見がもたらされるかもしれません。人類の未来において、宇宙の探索は重要な役割を果たします。私たちが住む地球以外の惑星に生命が存在する可能性、宇宙の他の領域に人類が足を踏み入れる日も遠くない未来に訪れるかもしれません。私たちが宇宙の謎を解き明かすことは、単に科学的知識を増やすだけでなく、私たち自身の存在と宇宙との関係を再考する機会を提供します。私たちは宇宙とどのように関わっているのでしょうか。宇宙の探求は最終的には人間の精神と心の探求にもつながります。宇宙の謎を追い求めることで、私たちは自らの内面と私たちを取り巻く世界の理解を深めることができます。未知への探求は私たちに無限の想像力と創造性を与えます。宇宙の謎が解明されるごとに、新たな謎が生まれ、私たちの探求は終わることがありません。今回の旅はいかがでしたでしょうか。宇宙にはまだまだ謎がたくさんあります。このチャンネルでは
宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。